どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はドイツフランクフルト空港に来ております。これからね乗り継ぎでこのねフランクフルトに来たわけなんですけども、これからねロフトハンザ航空の飛行機に乗ってマドリードへ向かいます。で今ねフランクフルトで乗り継ぎがねあと10分15分ぐらいありますんで、まあ、ちゃちゃっとねラウンジ見て一杯だけお酒でもいただいて搭乗を迎えたいなと思います。ということでこのルフトハンザ航空のメイン空港になっているこのフランクフルト、めちゃくちゃでかいですね。反対側を見るとこんな感じで、本当に羽田空港みたいな感じですかね。羽田空港よりでかいのかな、ちょっと全容を見てないですけども。ということで今ねラウンジに部屋へ向かって歩いております。ルフトハンザ航空のセネターラウンジかなんかが利用できると思いますので、お酒かなんかいただいて搭乗を迎えたいなと思います。それではこちらですかね、スターアランスゴールドで入れると思います。ルフトハンザ航空のセネターラウンジですね、行ってみたいと思います。それでは中に入ってまいりました。おーすごい、ケーキとかあるんですね。ケーキ、サラダ、そしてパンですね。で反対側にはコーヒーマシン、ミルク、あとこういったケーキポイントとフルーツもあります。いやすごい、飲み物はシャンパンあるっぽいですね。シャンパンとビールなどなど、リキュールもたくさんあります。ソフトドリンクもありますね。あとこれは瓶のビール、いいですね。あとコーヒーマシン、そして野菜、チーズ、ワッフル、あとホットミール、スープみたいなのもあります。あとカレーかな、非常に美味しそうですけどお腹がいっぱいです。まあこんな感じです。中はこんな感じ。さすがルフトハンザ航空のビジネスクラスラウンジ、めちゃくちゃ広いですね。多分シャワーブース等ともあると思います。ちょっと一周してみますか。あ、こっちにも飲み物コーナーがありますね。飲み物、シリアルかな。はい、めちゃくちゃでかいですね。ということで一杯いただいて搭乗ゲート迎えたいと思います。それではイタリアのスパークリングワインいただきます。では、はい、ちょっと苦味がありますけどフルーティーな感じで非常に飲みやすい。これはうまいですね。ということでもうそろそろ搭乗開始します。これ飲んでゲートを迎えたいなと思います。グラスにもルフトハンザのマークが入っております。それではゲート到着しました。もう搭乗時間なんですけど、まだ搭乗してないっぽいですね。これで待ちたいと思います。それでは無事搭乗いたしました。今回はエアバス321です。33の配列ですね。座席はこんな感じ。まあまあまずまずじゃないでしょうか。なんかさっきねボーイング747乗ったんですけど、なんかさっきより広い気がしますね。気のせいかな。はい、ということで3時間ぐらいのフライトだと思います。一応国際線ですかね。機内食とかあるのかな、ちょっとそれは全然わかんないです。それではドアが閉まりました。かなり搭乗率高めですね。9割以上埋まってるんじゃないかな。ほぼほぼパンパンです。夜8時にマドリード行くということで、需要は結構あるんですかね。ということで約2時間50分のフライト、機内食とかあるのかな。8時なんでね、あるかもしれないですね。ということでやっと飛行機が動き出しましたので、テイクオフはもう20分ぐらいで過ぎてるんですけども、どうなんでしょうかね。ということで機内が暗くなって離陸態勢になります。この外資系の航空会社が離陸になると電気消えるときありますよね。はい、これ外映してるとね反射しなくていいんですけど、日系は普通に明かりついてますよね。これも結構不思議だったりいたします。
それでは無事離陸しました。かなり左右に揺れる離陸でしたね。あと今回ねモニターがないんですけど、機内安全ビデオ的なのやってたのかな。ちょっと私のね見えるところではモニターも出てこないですし、やってた素振りはゼロだったんですけど、そんなことあるんですかね。非常に不思議です。3時間ぐらいのフライトだったので機内食あるかと思ったら、お水とルフトハンザのチョコレート、まあ、これだけですね。軽食だけ配られるみたいな、そんな感じですね。では少し眠って到着を待ちたいと思います。それではマドリード空港到着しました。なぜか拍手が上がったんですが、理由は分かりません。 Thank you. Thank you. それでは合計17時間ぐらいをかけてスペインマドリード空港到着いたしました。いや今回のフライトはね本当に何にもなかったですね、はい、お水とチョコレートだけ配られただけで、まあ、正直ねお腹いっぱいだったんでちょうど良かったです。時刻は23時40分ということで、ホテルの方にねタクシーでちゃちゃっと行きたいと思います。それでは外に出てまいりまして、今ねウーバーを呼びました。ちょっとね乗車場所がよくわかんないですけども、ひとまず呼んで待ちたいと思います。ホテルまでちょうど20分ぐらいで21ユーロ。それではウーバー乗車、約20分ぐらいで21ユーロだから、まあ2,3,000〜4,000近くいっちゃうかもしれない。まあしょうがないですね。それでは到着いたしました。では今回宿泊するのは AC ホテルバイマリオットカールトンホテル、行ってみたいと思います。それでは今回は302号室です。それでは客室に入ってまいりました。どうですか、どうですか、思ったより広いです。ということでまずこちらから見ていきましょうか。ではここにバスローブありますね。すごいバスローブあるんだ。あとアイロンとアイロン台と、あとはでこっちにもクローゼットがあって金庫がありますね。あとこれは空ですね。でこちら側にバスルーム、結構広いのがあります。いいですね、バスタブが結構でかめ、シャワーと一緒になってる感じですね。でこちらにアメニティとバスタオルとあります。これはタオルを追加しなきゃいけない感じかな、はい、今回2人で入れてるんですけどね、うん、タオルが少なめになってますね。でお手洗いがここにあると、でドライヤーという感じです。ではこちらベッドルームです。いや非常に清潔で広くていいですね、うん、ベッドはシングルルームしかなかったんですけども、今回スーペリアにアップグレードしていただいてます。でこっち側に USB Type A とコンセントは C ポートでしたっけ、はい、あと電話と、でこちら側も一緒ですね、お水があります。これは無料のお水ですかね、ウェルカムウォーターって書いてある。でポートは一緒です。景観とかあるのかな、一応街が眺められるようになってますね。まあ明日ゆっくり見ましょうっていう感じですか。あとこっちにデカめのテーブルとコーヒーマシン、あとコーヒーもありますね。ケトルがある、よかった、一応持ってきたんですけどね、はい、あとお水がもう一個あります。お、下にはミニバーも入ってるんだ。もちろん有料ですけどね。ミニバーは何が入ってるんだ、キットカットとか飲み物とかお酒も入ってるっぽい、はい、こんなところでしょうかね。ということで今回こちらにね4泊お世話になります。ポイント数が12万ポイントぐらいだったかな、はい、で4泊、まあ本当はね5泊してもポイント数一緒なんですけども、今回ね、まあ、航空券の関係で4泊で利用させていただきます。いやもっと狭いかと思ってたんでね、めちゃくちゃ広くていいですね。そしてアップグレードもいただいてるみたいなんでありがたいですね。はい、ということで今日のところはね
もう12時半ということで、もうヘロヘロなんで、ここら辺で休みたいなと思います。それではおやすみなさい。はい、ということで先ほどね、一旦おやすみなさいっていうことで閉めたんですけども、やはりねちょっと疲れましたんで部屋飲み行きたいと思います。今回はサントリービッグ、これもちょっとね飲んでみたくてちょっと今回買ってみました。富士御殿場城の蒸留所でできたウイスキーみたいですね。いただきましょう。せっかくねマドリード到着しましたので、うん、うまっ。飲みやすくてうまいですね。このホテルね、アイスマシンはないんですけど、フロントに言うとね、氷をね、くれますんで、まあそれがアイスマシンみたいな感じで、ね、この感じはたくさんの氷がもらえますので、ね、こんな感じでね、水割りでいただいたりできます。いやー疲れましたね。今回の動画は、フランクフルトからマドリードになってると思いますけど、まあ、その前にね、羽田から、フランクフルト14時間ぐらいのフライトやってますんで、まあ、合計で17時間ぐらいね、はい、なんか小林がいる、はい、やってたんでちょっと疲れましたね。ということでちょっとスペインの夜にねちょっとゆっくりお酒飲みながら今日のところは休みたいなと思います。おはようございます。スペインマドリードの朝8時過ぎぐらいになりました。街の景色はこんな感じ、やはり朝ということで賑わっていますね。やっぱりスペインも同様、信号が赤でも車が来てなかったら行くスタイル、まあ、今回は父が一緒なので、やめておきますけども、どこの国も変わらないんですね。でも建物はすごい素敵な感じで、高層ビルは全然ないですね。本日は編集日にあったいんで、今日は父をプラド美術館に送って本日はホテルに戻ります。ということでこのホテルはプラド美術館まで歩いて15分っていうね、めちゃくちゃいい場所にありますんで、ちょっと街を見ながら散歩しちゃいますかね。にしても街の雰囲気はめちゃくちゃいいですね。それでは世界三大美術館の一つプラド美術館に到着。この前にいる銅像もかなり有名なようで、記念写真を撮ってる人が多いです。ということで、左側が入り口みたいなので、そこからお父様を送り出したいと思います。それではチケットブースに到着。ここでチケットを購入して、左側から入っていくのかな？うん、みんな左側に行ってますね。まあ、今回ここでね、親父ドローのチケットを購入して、7.9 ユーロシニア割が適用できました。安いですね。ということで、私は、テクテク、マドリードを散歩しながらホテルに帰りたいと思います。それではホテルに戻ってまいりました。チェックインのねデスクの向かいにこういった感じで置いてありますので、このコーヒーはフリーだそうです。ありがたいですね。ということでいただいて編集作業頑張ります。おはようございます。昨日は1日編集作業に当てて、翌日になり朝9時45分、本日は JAL のキャンペーンが出ましたので、その動画を作ってから観光に行きたいと思います。ひとまず親父殿をプラド美術館まで送っていきます。帰り道にスーパーがあったのでちょっと入ってみよう。できれば生ハムとビールが買いたい。ハモンセラーノっていう有名な生ハムがあるらしいのでちょっと買っていこう。ハモンセラーノ自体はすごいたくさんあるので、まあドギチな私としては一番安いのを買っていこう。これが一番安そうですね。言ってなかった、すいません。 1.89 ユーロ、うん、美味しそうですね。では買っていきましょう。スペインのスーパーはこんな感じ、まあ至って普通のスーパーですね。結構でかいのかな、まあいろんなもんが売ってますね。今ちょっと映ってたか分かんないんですけど、カートがね衝撃的なでかさなんですよね。昨日もそれでびっくりしました。ということでお会計していきましょう。スーパーにも生搾りオレンジジュースですね。では会計しましょう。それでは JAL の動画を作ってたら結構かかってしまって、今午後の1時半、昼飯食べに行きたいと思います。本日のスペインマドリードの街中はこんな感じ。街並みは非常に素敵ですね。ではレストランまで30分ぐらい歩きたいと思います。
まあ、今回全然観光できてないですけども、今回の目的は親父殿をプラド美術館に連れて行くのが目的ですので、私は基本的にホテルで仕事、ちょっと観光できたらいいな程度で来ております。ということでレストランまで行きましょう。ヨーロッパあるあるかもしれないですけども、街を歩いてるとタバコの匂いはやっぱりすごいですね。スペインも歩きタバコ、テラス席でタバコは普通っていう感じで、タバコ嫌いな方は結構辛いかもしれないですね。人混みでも普通に歩きタバコしてる人が多いです。歩いてたら途中で24時間のスーパーですかね、ちょっと見てみましょうか。サンドイッチから、あ、お寿司まで売ってますね。お寿司は 13.95 ユーロ、1700円800円ぐらいかな。うん、まあでも量的にはこんなもんですかね。いや、たくさん売っててこれはいい。さっき寄ったねスーパーもちょっとあったんですけども、あんまり多くなかったんで、やはりこちらはフランスパンがこうやって売られるんですね。いや、これはいい。このぐらいたくさんあるとね、何でも揃いそうですね。ちなみにコーラは 1.45 ユーロ、300円ぐらいかな。結構しますね。ああ、めちゃくちゃでかい。これは何でも揃いそうですね。すごい。でもやっぱり値段的にはかなり高そう。オレンジがグレープフルーツか。1個じゃないね。1キロ 1.59 ユーロ、うん、3つぐらいかな。それでもやっぱ高いですかね。トマトも全部キロ売りなんですね。1キロ 2.39 ユーロ、うん、まあ日本よりかは間違いなく高そうですね。まあこんなところでレストラン向かいますか。でもこのスーパー近くに欲しかったな。何でもある、すごい。マヨール広場の向かいにあるロスガラヨス、こちらのお店がおすすめということで来てみました。反対側のお店はすごい列。何のお店なんでしょうか。ちょっとなんだかわからないですね。それでは速攻店内に入りました。店内の雰囲気はめちゃくちゃいい。ホテルの人におすすめしていただいたお店となります。めちゃくちゃ素敵ですね。メニューは英語もあるので分かりますね、うん、もし分かんなかったら Google レンズで翻訳しましょう。今回カロス・アラ・マドリーニャっていうものを食べに来ました。牛の胃袋などのトマトと唐辛子と玉ねぎとニンニクで合わせるシチューみたいな料理みたいです。内臓好きの私としてはこれがめちゃくちゃ食べたくて来ました。スペインマロディーヌではこのマハウっていうビールが有名らしいです。ということでいただきましょう。付き合わせにオリーブ、またパンも一緒にいただきました。まだメインが来てないので一杯だけいただいて、あとはちょっと待ちたいと思います。すごい飲みやすい、水みたいですね。でもうまいです。頼んでないけどソーセージが出てきました。まあお通しみたいな感じなんですかね。まあクレジットカードで払うからいいでしょう。いただきます。なんかちょっと辛そうな感じのソースにかかってます。結構弾力のあるなんかお肉みたいなソーセージですね。本当にソーセージなのかな、ちょっと不安になってきました。塩コショウで味付けされてるんですかね。ビールが進むやつですね。それではカロスアラマリマドリレーニャいただきます。いろんな内臓の部位が入っているんですかね。蜂の巣とかも入っているようです。めちゃくちゃ美味しそうですね。ではいただきます。味付けはトマトベースのシチューみたいな感じですね。そんなにねトマトっぽい強さはないですけども、しっかりね味が効いていてうまいですね。これは結構お豆の風味も入ってて、最終的にはこれを食べてこのスープをパンにつけて食べるのもいいみたいですね。これはめちゃくちゃうまい。ちょっと内臓の部位がねどんな感じで入ってるかわかんないですけども、形的に蜂の巣は入ってるのはわかりますね、うん、次はパンをつけていただいてみましょう、うん、
このシチューはね、パンに染みてめちゃくちゃうまいです。これはつけて食べた方がうまいですね、うん、ちょっと先ほどは我慢してたソーセージ、これは旅に来て大正解、めちゃくちゃうまいです。基本的には2杯飲まないんですが、飲み物がないと辛いんでもう1杯注文しました。スペイン語は全然できない私は、他の一般的なビールをくださいって言ったんですけども、同じものが来ましたね。これはしょうがない、内臓系なんで脂っこいのは間違いない。シェアして食べる方がいいかもしれないですね。では三井住友プラチナプリファードで支払い、ビール2つと、あとはこれはお通しかな、ちょっと分かんないですけども、全部で 28.50 ユーロ、4000円ぐらいですかね。ごちそうさました。お手洗いの前にはワインセラーみたいなのがびっしり、すごいですね。ボトルキープ的なやつですかね、違うかな。このレストラン見てくださいよ、階段がこんな素敵なんですよ、すごくないですか。いや、ここはめちゃくちゃおすすめ、ぜひ行ってみてください。ということで会計も済みましたのでお店から出ましょう。どうやら Google マップで見るとポテトのサンドイッチみたいな、そんなお店みたいですね。この時間でもびっしり、めちゃくちゃ人気なんですね。ということでせっかく来ましたので、マヨール広場でもブラブラしながら帰りますか。これがかの有名なフェリペ3世の騎馬像ですか、かっこいいですね。マヨール広場はこんな感じで建物に囲まれている広場となっております。約9つの入り口っていうのでできているみたいです。非常に素敵ですね。観光客を狙ったいろんな着ぐるみを着た人もいます。やはりどこでもいるんですね。マリオもいますね。このマヨール広場は237箇所のバルコニーを持つ3階建ての建物で取り囲まれているそうです。それではサンミゲル市場に寄ってからホテル戻りたいと思います。いやー、この場所もめちゃくちゃ素敵ですね。ということで行きたいと思います。着ぐるみさんがたくさんいますね。きっと写真を撮ると高額なチップを要求されるんでしょうね。どこでもあるあるです。それでは本当に目の前にあるサンミゲル、ここですかね、到着いたしました。では中に入っていきましょう。それでは市場の中到着。やはりスペインといえば生ハム、その場で食べれるっぽいですね。それ以外にも一口サイズの食べ物とかめちゃめちゃにぎわってますね。もうちょっとお酒はたくさん飲んだので軽く一回りして帰りたいと思います。いや、それにしてもめちゃくちゃいろんなお店ある。牡蠣も食べれるようです。いや、いいですね。あ、ロブスターもいただけるんですね。エビが食べれたらぜひ食べたいところでしたけども、私はちょっと食べれそうもありません。いや、美味しそうな食べ物がたくさん。ここは食事時に来るのめちゃくちゃ良さそうですね。いや、ここは食事時に来たいですね。お酒と一緒にいただけそうなのがたくさんあります。時間があったらまた来たいと思います。ということでホテル戻りたいと思います。マドリードも歩いてるだけでめちゃくちゃ楽しい街ですね。ちょっと目を上げるとこんな素敵な建物とか教会とかいろいろありますね。思ったよりバイクが走っていて、日本のバイク、川崎なんかのバイクも結構走ってますね。いやー、これは本当に歩いてるだけでめちゃくちゃ楽しいです。あれの白いタクシーが市営のタクシーなんですかね。めちゃくちゃよく走ってます。いかにも映画のワンシーンに使われそうなこのホテル、すごい素敵ですね。テラスで電話してる人とかもいて、本当に電話してるんですね。いやー、素敵すぎるなこの街、すごい気に入りました。これがマドリードの、列車みたいですね。まあ私は今回ね、帰り道に使うかもしれないですけども、基本的に街歩きはね、散歩がてら
街を見ながらね歩きたいんで利用しておりませんけども、ここから利用することができるようです。いやー本当にこんな街並みがずっと続いてるんです。素敵すぎるね。それではホテル周辺まで戻ってまいりました。こちらの、ソフィア王妃芸術センター、ピカソのゲルニカが見れるそうです。うちの父もこの後集合してこちらに行くそうです。シニアだとなんと無料で利用することができるということで、うちの父もめちゃくちゃ喜んでおりました。それでは一旦ホテルに戻って、これから父を迎えに行ってプラド美術館で集合して、そのままソフィア王妃芸術センター、こちらに連れて行きたいと思います。それでは父上と合流して、ホテルのそばにスタバがあったんでちょっと休憩いたします。カフェラテとお水とビスケットとクロワッサンで13ユーロ、まあまあしますね。それではね、父親をソフィア王妃芸術センターに連れてって、今ね帰ってまいりました。今日の夕飯はねこちらです。このねあのスペインで有名な生ハムと、ちょっとね昼間にもビールいただいたんですけども、このマハオ、こちらクラシックっていうのねいただきます。ということでいただきましょう。ちょっとこれをスーパーで買って部屋飲みするのを楽しみにしておりました。ということでまずビールからいただきます。噛んで飲んだ方がちょっと飲み応えがある気がしますね。うまい。かなりすっきりしてる感じ。アルコール度数もかなり低そうですね。うん。ではいただきます。これが本場の生ハムなんですね。ハラーの、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、この有名なやつ、いただきます。うん。これはうまいな。日本の生ハムと違って、そんなにね、しょっぱくなくて、これはぐいぐいいけちゃう感じですね。うん。うま。これは酒が進むやつですね。これがね、スーパーで1ユーロちょっとで、ね、買えますんで、これはね、食べた方がいいですね。めちゃくちゃうまい。ビールじゃなくてもワインとかでもいいかもしれないですね。さすがに全部食うのはね、体に悪いんで、半分は明日食べたいと思います。今日のところはですね、まだ5時半ぐらいなんですけども、今日ね、深夜の4時ぐらいにね目覚めちゃって、もうめちゃくちゃ眠いのと疲れてきちゃいましたので、今日のところはね休みたいなと思います。ということでちょっとゆっくりして休みたいと思います。スペインマドリード3日目の朝、本日も親父殿をプラド美術館まで送りに行きます。今日こそは1日観光しようと思ってたんだけど、 ANA の国内線国際線のセールが来ましたので、そちらの動画を作りてから観光していきたいと思います。それでは無事親父を送り届けたので、ホテルに戻って動画を一本仕上げましょう。プラド美術館のそばにはこういった出店みたいなのも出てるようです。おまわりさんもいるんで非常に安心ですね。超有名スポットということで朝から人がめちゃくちゃ来ています。ですけどもニューヨークとかの博物館とかに比べると並びもそんなにないんで、利用しやすくていいですね。ではブラブラしながらホテル戻りたいと思います。それではもう SBI 銀行プラチナデビットの eSIM の動画出てると思うんですけども、今日から eSIM が切れまして、日本で1000円ぐらいで買った3日間3ギガぐらいのね SIM を買ってきたんですけども、この SBI 銀行のプラチナデビットの eSIM がなんとね2月の7日で切れる予定だったんですけど、私は日本時間で計算してたら、なんとイギリス時間ということで、あと滞在明日で帰るんですけども、 eSIM ねわざわざ1000円で買ってきて、失敗しましたね。アプリでね表示される購入画面で本当にね1ギガ3ドルとかね、しかも 15% オフで買えたりするんで、 SBI 銀行のねプラチナデビットに付帯しているこのフレキシロム X っていうね、こちら非常に優秀ですね。そのまま使ってもかなり安いと思います。まあサブでねポボを普通に使おうかなと思ってたんですけど、24時間で 0.5 ギガ640円とかね、1ギガ3日間で1400円とかなんで、
普通にねこっちの方で買った方がいいですね。今回ねちょっと失敗しましたね。それでは観光行きたいと思います。動画のアップロードにめちゃくちゃ時間がかかってしまって、ただいまの時刻1時45分、親父殿を15時に迎えに行かなきゃいけないので、ひとまず飯食いに行きたいと思います。昨日行った市場が非常に良さそうだったので、あそこで食うことにしよう。その後時間があったら観光行きたいと思います。では昨日も来たサミエル市場でお昼食べたいと思います。ということで、スペインはタコも有名ということで、これとこの下のお肉みたいなやつ注文してみたいと思います。イベリカ、豚ですよね。どうやら注文すると温め直してくれるみたいなんですね。これはありがたい。 Thank you。 今日は平日にもかかわらずめちゃくちゃ混んでますね。こちらのお店でビールをお買い上げ。びっくりしたことにカード使えなくて現金でって言われて、現金持っててよかった、危ない。それではこちらのタコとこちらは豚肉のサンドイッチいただきます。それとビール。めちゃめちゃ混んでるので物置く場所も探すの一苦労ということでいただきます。ガツンと苦味、これはうまい。ちょっと名前をね聞き忘れちゃったんですけど、後でフォラインに出しておきます。スペインのビールみたいです、うまい。ではタコのやつからいただきます。あ、でも一口サイズでいけるんだ。でもちょっと一口は無理かな。いただきます。特に臭みもなく、中のポテトとほうれん草って書いてあった気がするけど、ほうれん草の存在感はゼロ、でもなんていう味って言えば、でも美味しいです。まあでもメインの味付けは本当にオリーブオイルだけなんじゃない。でもうまいです。ではフォークの方いただきます。これはね、ナプキンめちゃくちゃもらっといた方がいいやつですね。やばい。これはフォークをデミグラスソースの味かな、これもうまいですね、かなり食べづらいのでこれは注意が必要。店の中はかなり騒がしい感じ。しかもみんな酒入ってるんで声もでかくてかなりうるさいです。ゆっくり食べたい方はレストランで食べた方がいいかもしれない。でもこの雰囲気を味わうために来てもいいかもしれないですね。ということで親父を迎えに戻りたいと思います。スペインはお水が美味しい国と言われているようで、日本同様水道水が飲むことができます。まあ、こういった、ね、ところで今おばあちゃんがペットボトルに水を汲んでおりました。やはり旅をしていると水が水道水で飲めるっていうのはありがたいですよね。それでは来た道と違う道でプラド美術館に向かいます。いや、ここの石畳の道とかも非常に素敵ですね。それでは父上をソフィア芸術センターに見送りましたので、私は観光の続きをしましょうか。言ってると思いますけども、ここにはピカソのゲルニカなどが見ることができます。すごい近代的な建物で非常に素晴らしいですね。ということで観光に行きましょう。ちょっと小腹が空いたので、この生ハムサンドいただきたいと思います。生ハムサンド 2.2 ユーロ、この広場みたいなところでいただきましょうか。入ってるのはレタスとトマトと生ハム。注文するとね、包んでいただけます。クリカのタッチ決済 2.2 ユーロ、まあ350円ぐらいですかね。まあまあしますね。ではいただきます。かなりバターがしっかり効いていてめちゃくちゃうまい。生ハム昨日一昨日食べたんですけども、どうしてもまたこの生ハムが食べたくなって買ってしまいました。めちゃめちゃ満足感高いです。これは酒飲みたくなるやつですね。では今回の旅で非常にお世話になったあのチェーン店のスーパー、めちゃくちゃうまかったです。ごちそうさまでした。あえて綺麗な道映してるんですけど、床はかなり汚め、そして思った以上に犬の糞が落ちているので、歩く際はかなり注意を持って歩いた方がいいです。これアームが伸びてゴミ箱を
この上のやつに入れるやつですよね。なんかテレビで見たことある。ちょっと見れて嬉しいです。なかなか中のゴミ出てこないっぽいですね。何回もやってる、大変そう。それでは到着しました。スペインの歴代の国王の住居として建てられたヨーロッパ最大級のマドリード王宮です。これ中入れるみたいなんですけども、確かお金かかんないんじゃなかったかな。無料だったらちょっと散歩したいと思います。この辺りはホテルの近くとはだいぶ雰囲気が違いますね。ちょっとビビってるのは、先ほどから若干ポツポツ雨が降ってきているんですよね。傘を持ってきておりません。普通に王宮の斜め向かいにも普通に家ですかね。すごいな。これは何の並びなんでしょうか。中に入る並びですかね。めちゃくちゃえげつない。では私はここら辺からサクッと見ていきましょうかね。いや、これは本当に圧巻ですね。めちゃくちゃかっこいい。そしてでかい。まあここはね、無料で入れるエリアなんで、まあここだけでも十分楽しめそうですね。いや、すごいな。ヨーロッパ最大級ということで、めちゃくちゃすごいです。昔は住居として使われてたみたいですけども、今は違うんですかね。まさかの王宮にマンモスがいますね。これはびっくりだ。いやー、すごい。まさに王宮ですね。めちゃくちゃでかくてかっこいいです。やはり皆さん写真を撮ってますね。右にはマンモス、左には普通に住居ということで、結構びっくりですね。こちらの門の中に入るとお金がかかるみたいですね。やはりそんなにお客さんを入れてないのか、あんまり人入ってないですね。まあ外からもね、結構楽しめますんでね。もしくは時間で決まってるとか、そんな感じなんでしょうか。いやー、今鐘が鳴り響いて本当にめちゃくちゃ素敵です。いや、近くで見てもめちゃめちゃ美しいですね。いやー、すごい素敵です。それではそろそろ行きましょうかね。音楽まで流れちゃって非常に素敵な空間となっております。どうやらこちらが王宮で、こちらがアルムデナ大聖堂らしいですね。とても美しいですね。それでは王宮を後にして近くの素敵な噴水を通って次の場所に行きましょうか。ここもめちゃくちゃ素敵。何ここ。すごい美しいですね。銅像は反対向きですけども非常に素敵。それでは王宮から歩いて数分のところにあるこちらがオペラ座王立劇場ですね。1850年に開場して1966年にリニューアルオープンしたそうです。ここは先ほどの王宮があれ、そしてこの王立劇場がここということで、ついでに来ることができますので、ここに立ち寄っておくのもいいですね。非常に美しいです。この周りも結構お土産屋さんとかがつながってるみたいなので、街歩いてても楽しそうです。この王立劇場は内覧とか見学ツアーみたいなのもあるみたいです。興味のある方はぜひチェックしてみてください。こういったね、お店も近くにありますので、ちょっとゆっくりしたりお茶飲んだりするのもいいですね。やはりスペインもね、テラス席が非常に利用されているイメージですね。今日も結構寒いんですけど、はい、暖房器具がこんな感じであって、これ暖房器具かな、違うかもしれない。さっきね、暖房器具がついて、やはりタバコ吸う人が多いんでね、テラス席が埋まってる傾向がございます。ここら辺もね、非常にたくさんのお店があってめちゃくちゃいいですね。王宮の観光と一緒にここら辺でゆっくりするのもかなりありだと思います。それでは王宮から歩いて15分程度、熊とイチゴの木の像があります。で、王宮からここまで来る道はですね、非常にいろんなお店が立ち並んでいて、街歩きしててもかなり楽しい感じです。ここから来ればよかった。なんと向かいにはスペインで
初めて見つけたアップルストア、ちょっと中を見てみましょうか。アップルビジョンでしたっけ、あれはアメリカだけでしたかね。店内はこんな感じで日本のアップルストアとほぼ変わりないですね。アップルビジョンの広告はあるけど実物はなさそうですね。やはりまだアメリカだけなんですかね。ちょっと実物見たかったので残念ですね。まあ、今後日本でも使えるようになるらしいんで今後に期待いたしましょう。この重厚感のある建物なんだろうなと思ったらこれ銀行らしいです。スペイン銀行、すごい素敵ですね。交差点のど真ん中にあってあんまりよく見えないですけども、あれがシベーレスの噴水みたいですね。ちょっと近くで見たかったですね。こちらはアルカラモン、マドリードで最も有名なモニュメントの一つということで、1969年から78年かけて国王カルロス3世によって建設されたそうです。重厚感があって非常にかっこいいですね。上に乗ってるのはあれは何なんですかね。ちょっと何かがよく分かりませんね。でも非常に素敵です。それでは一通り回りたいところ回れたのでホテル戻りたいと思います。うちの父は食に興味がないので今日の夕飯はケンタッキーがいいそうです。世界中にチェーン店があるって利用しやすくていいですよね。父親を迎えに行くまでしばらく時間があるので生ハムとワインとかやっちゃいましょうか。いいお店がなかったんでスーパーで買ってホテルでいただきたいと思います。正直ワインは全然わかんないので一番安い 1.29 ユーロのこれにしましょうかね。それでは前回こちらの生ハムを食べたので今回はこっちにしてみましょうか。このイベリコっていうのも有名らしいです。この量で 3.59 ユーロ結構しますね。600円ぐらい、4切れぐらいしか入ってなそうですけどね。それでは合計 4.89 ユーロ650円ぐらいかな。まあいいでしょう。入り口にねカフェみたいなところあってそこで開けていただきました。しかも部屋にはワイングラスなかったんですけどワイングラスまでいただきました。ということでいただきます。フルーティーで結構苦味のある赤ワイン、うまい。ではいただきます。ワインには生ハムが合いますね。うまい。この生ハム自体は前回食べたのと同じくあんまり塩くどくなくて生っぽい食感は前回の方が強め、味自体はすごい深みがあってめちゃくちゃうまい。これはワインが合いますね。それでは父をね迎えに行くまでしばらくワインで楽しみたいと思います。それでは時間になりましたので父を迎えに行きたいと思います。今日の夕飯はケンタッキーです。久しぶりのケンタッキーも結構テンション上がります。それではケンタッキーで注文、2人で 16.28 ユーロ。ケンタッキーでこれは高いですね。もちろん支払いはクレカタッチ決済で OK。 ここも三井住友プラチナプリファードで利用させていただきました。それではケンタッキーフライドチキンを買ってきました。なんとケンタに違うこのスペインのビールがあったんでこれで乾杯しましょう。これもめちゃくちゃ飲みやすくてうまいですね。ということでケンタッキーいただきます。どこの国でもこの味が味わえるっていいですね。日本のケンタッキーより若干味が薄い気がしますね。でもうまいです。それではマドリード最後の夜、ケンタッキーごちそうさまでした。今日はこんなところで休みたいと思います。
おはようございます。翌日の朝になりました。スペイン本日最終日、ソフィア大木芸術センターまで親父を送りたいと思います。空港に帰るまでのまだ時間がある2時間ぐらいまだ見たいそうです。本日のスペインは雨、今は降ってないですが先ほど結構降っておりました。まあ私は部屋でパッキングとか残りの撮影なんかを終わらして空港に向かいたいと思います。それでは父をソフィア大木芸術センターまで送り届けたので私はホテル戻ります。やはり街並みは雨が降っていても非常に素敵ですね。こんな街並みが素敵な街だとは思っていませんでしたね。とてもいい滞在でした。それではチェックアウト時刻になりましたのでそろそろチェックアウトしていきたいと思います。ということで今回ですね、マドリード滞在全部で4泊5日になるのかな、利用させていただきましたけども、 AC バイマリオットカールトンホテル非常に良かったですね。今回ね12万ポイントぐらいでね4泊させていただきました。まあアップグレードもねしていただいて、レイトチェックアウトもね利用させていただきまして16時まで利用することができました。残念ながらね、朝食特典はね利用することができないんですけども、その代わり500ポイント、もらうことができてっていうところですかね。まあこのね物価の高いヨーロッパで、利用することができたのは非常に良かったですね。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。次回東京に帰りますんでね、また、飲んだくれの旅が始まると思いますので、楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回のはこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。